はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、永久保存級の UJAM をうまく使ったプレゼンテーションとでも言うんでしょうか、曲を作る前のイメージ作り、それを村長がどのようにしているか、 UJAM とスタジオワンというのはとっても相性よくできていますので、それらを皆さんにお伝えしていきたいと思っています。村長のミュージックスタジオ、今スタジオワンが立ち上がっていて、上にコードトラックがあります。そして黄色く表示されているのは、これはドラムです。いわゆる仮ドラムというやつですね。ドラムだけなぜトラックにあるかと言いましたら、もちろんここに置かなくても音を鳴らすことはできるんですけれども、タイミングの問題とかでリズムというのは一番の要になりますよね。ですからこれだけはまずこのように準備してあるわけです。ちょっと音を鳴らしてみましょう。はい、このリズムが嫌であればですね、このようにドラムソフトの中からドラッグして入れ替えればいいわけです。よく似ていますが、これに入れ替えるとなればですね、これを消しまして、そしてこのドラムをここに持ってくればいいわけです。そして複製します。はい、ちょっとだけですが、雰囲気が変わりました。このようにドラムだけがありましたら、UJAM には今2つの方式があります。この上にコードが書かれているだけで音が鳴るプラグインと、それにまだ対応していないプラグイン、大きく分けて2つあるわけですね。そして見ていただいたら、まだここにも入れてないソフトがあるんですけれども、約ざっと見て20個ぐらいの UJAM を僕は持っています。で、それをテンプレートにしてですね、もうこのようにセッティングしてあるんですね。スタジオワンではバージョン6からですね、アイコンも付けれるようになったので、このようにしていわゆる分かりやすいテンプレートを作ってるわけです。例えばまずピアノですね。このピアノをオンにしましょう。上にコードが書いているだけでですね、このように演奏ができます。はい、なんでこんな風に MIDI のデータを入れないでコードだけでやろうとしているか、それはですね、もしこれに MIDI が入っていたらですね、コードを変えようと思ったら全部差し替えしないといけないですよね。まあそんなに手間はかからないですけれども、でもここがですね、例えば G7 だったとしますよね。このように変えればですね、すべての楽器でこれができるようになるからです。ちょっと G7 のところを聞いていただきますね。F のところから。はい、このようにもできますし、そしてこういう仕組みにしてあるのは、ここでバーチャルピアニスト、これですね。これのプリセットの画面を出しておけば、どん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 変えていけるわけです。いろいろこのように変えていけるので、僕はこのような方式をとっています。すべてはこれに準じます。例えばアイアンという
ギターをこのようにオンにしますね。そうしましたら、これでドラムとアイアンが動きます。そして次スパークル、アイアン切ります。ここにベースを入れます。ベースも同じようにバージョン2仕様のものは上のコードがあるだけでできるようになっています。ここにフォローコードっていうのがあります。ただしですね、ちょっと一つだけ注意点があります。ベースはこのまま DAW をスタートさせてもならないんです。これはバグなのかよくわかりません。でも一回だけどれでもいいですから、キーを押せば、はい、このようにしておいて、この音色は良くないなと思えばもう乗せ替えるだけです。このようにしてイメージを作っていくわけですね。そうすればここを Em に変えたとしても一発で演奏できるようになるわけです。そしてですね、UJAM にはこれにまだ対応していない、例えば今選択しました VG シルクと言いまして、アルペジオギター、ガットギターですね、そしてアコースティックギター、アンバというソフトです。これもまだ対応していません。そして U シンセ、そのシンセもコードで鳴らすということは今のところはまだできません。このように UJAM には大きく分けて2つの仕様があるんですけれども、そんな時は僕はどうしてるかと言いましたら、ここにですね、今紫の色をつけていますが、 MIDI の何も音源も入っていないトラックを準備しています。そこにですね、こうやっていろいろ考えた結果、これでコード進行はよしとなればですね、このままこのトラックにドラッグします、押しますね。そしてこのトラックにはインストゥルメントとしてこのミディポリッシャーというのを入れてあるんですね。これ何も入れてなかったらルーティングが組めないですので、このミディポリッシャーを入れておきます。そうしまして、この対応してないこの3つですね、この3つはインプットを左の端見てください、ミディポリッシャーというのを選んでいます。これ3つとも同じです。そうしましたら、まずはシルクだけ活かせます。わかりやすいように、他の先ほど鳴らした楽器はミュートしておきますね。こうやって置くとですね、ルーティングがうまく流れてですね、対応してないこのシルクですね、これちょっと表に出しておきますけれども、ここに音が入ってきて演奏ができるわけです。はい、これと同じようにアコースティックギターのアンバーも連携してみます。たったここ1個だけです。ここに U シンセも入れてみます。このようになりましたら、ほぼほとんどオンにしますね。こうやって、一番上だけはちょっとメロディー用に作ってあるので今は鳴らしませんが、これでやってですね、ミキサーを出しておきます。そしているもの、いらないもの、パンまでこのように振ってあるんですね。これで変えていくことができます。
このようにすればですね、イメージがつかめてくるようになりますよね。そこから決まったらですね、実際にミディを放り込んで少しいじるというかですね、アレンジを加えていくというのもいいですし、まあバッキングだけだったらこれでもいいし、そしてこのイメージが 80% 固まってきたらですね、メロディーを考えるということで、一番上のトラックにですね、ちょっとこうアドリブで弾いてみるというようなことができます。ここで、録音モードにしますね。つまりつまりのアドリブでしたけれども、このようにメロディーをつけてですね、まあいいかなという感じでこう聞いてみると。はい、こうやって、じゃあちょっとおかしかったなと思うようなところがあればですね、ここですね、ちょっと気になったのは、はい、これ早いからですね、気になりましたので、こんな感じで編集をすると、またこれもこれこうしましたが、このように変えて、このようにしてメロディーを作っていく。僕はこんな感じにですね、U-JAM とスタジオワンが業務提携していて、コードトラックで演奏できるという仕組みをうまく使ってですね、楽曲作りを素早くイメージ作りをしているということですし、そのコード連携がない人、もしくは他の DAW を使っている方は、ちょっとこれを真似してください。このミディのトラックにですね、ミディポリッシャーというね、これプラグインブティックさんが無料で配布しています。また概要欄にも貼っておきますけれども、このソフトですね、これを中間に入れるとですね、オクターブの変換なんかもすぐにできますし、これをうまく使えばですね、いつでもルーティングを流すことができるのでですね、一個の場所で変えるだけで全て変えれると。ここを仮に Bmに変えてしまったとしてもですね、これで一回だけこの Bmをデリートして引っ張るだけ。はい。これだけでもう全てができるわけですからね。めっちゃ早いですよね。皆さんもスタジオワンをお持ちの方、もしくは持ってない方はミディポリッシャー。これを使ってですね、素早いイメージ作りをやっていただいたらいいんではないかなと思っています。今日は DAW と U-JAM、これをうまく使う方法を皆さんにお伝えしました。またね。